はい。では、続きですね。4つを選んだ理由を書くと。なぜこれを選んだのかですね。僕はこういうふうな理由で選んだと。なんか選べって言われたら基準がありますよね。それをまあ言葉にすればいいと思うんですが。はい。どのように立証しっていうのは そのゼミとかだよね。また見返すことになるかもしれないんだけれども、まあ、グループワークとか、グループ、個人、あと、なんちゃらかんちゃらみたいな。4つ選んだ理由。全部でいくつあるんだっけ？あえて、グループに。分けるなら、課題解決ツールになるツールを、作り上げる。研究会と課題解決をより直接的に模索する研究会2つのグループわけた そして これだね、高しラボ。高しラボのもう一回見ようか。これはまあ教授が提案するプロジェクトでもいいし、先進的なプロジェクトでもいいし、興味関心がある領域でもよい。
たかし、いば、ラボを選んだ。クリエイティブに生きるためには、私たちが自身の、世界観、ビジョンでいいかな。うん。作りながら、また、その世界観を実現するための手段と方法、手段を ことに共感した。うん。ためのツール。ことができる学びたい、うん、課題に直接的に関わる領域から選んだ。うん。人間を取り巻く環境としての自然生態系建築そして人間という3つの領域から問題解決に至る道を模索したい。258、253文字ですね。800字はまだまだ。で次どのように履修しか。中核を9回を したい。なぜなら社会を作る
という抽象度の高い目的のために多様な食べよう集客とします。うん、人をエンパワーして、人をエンパワーしてこんなんでいいかな。自分にするという最終目標にも一番近い研究会でもあります。うん、うん、残りの3つの領域は領域をつなげて一つの社会を。っていうか、このアイデアですね、生態系建築、そして人間っていうようなものは、僕がですね、実は高校の時に考えていたもので、ものすごく懐かしいんですよね。この過去問を見てたら、僕は、もしかしたら、慶応行きたいなとか思ってたかもしれないですね。まあ、私立だから。うん、なんかもう、選ぶに選べなかったんですが。とても懐かしい気持ちになってます。うん。うん、これ文体は、この語りかける口調、言葉に合わせて書きました。合わせました。うん。領域で
の学びを統合するツール。うん、そのそれぞれの3つのも答えようか。うん、人間、領域から多面的に領域で足場を作り、うん、ラボを紐として社会を多面的に捉え、問題を俯瞰し、うん、ことを目指す。あ、それがどのように課題解決につながるのか、これがよくわからないですね。これがよくわからない。これがやめとこう。どのように、うん、目指します。こういうことかな。うん、応用生態学は人間を生態系一部として見出します。うん。人間も生物であり、うん、生物としての側面、あり方、より良い、うん、うん、またヘルスは身体的かつ精神的な
存在としての人間のあり方を深める場所視点として必要です。科学部との共同ゼミがあることからも人間精神的な存在としての人間に より焦点が当たるかもしれません。で、空間により人間同士のインタラクションを強めることこれでどうでしょうか。613字。ああ、これでいい感じだね。うん。どのような問題解決新発見につながるのか。これがまあ、うん。こういう言い方でしかできないかな。僕が。もう思いつかないですね。うん。ことは生態学ヘルスの研究会の関係性そう、でも制約要因がね、実際に実装するとしたら、その、うん、阻害要因がね、とてもでかいんだけどね。よくあるじゃないですか。特に建築の領域だと、まあ、学生のデザインみたいなの、非現実的なね、デザイン、抽象的なコンセプト。うん。あのアイデアっていうようなものを、じゃあ実際現実にどう実現するかっていうことが、とても難しい。と思いませんか？うん。で、まあ、そのね、非現実的なものを作るに至る過程っていうのが大事なんだけどね。どういう思いがあるのかっていうこと、実際に作るんではなくてね。あー、だと思いで止まってしまうことが多いんじゃないでしょうか。うん。どうしたらいいのかな。それは僕のね、今のつまずきですね。僕は今つまずいている状態です。あ、待って、とりあえず書き終えますか。
そうだね、インタラクションを強めること。うん、ちょっと見てみようか。ああ、これも方法論なのかな。うん。これもシステムなのかな。うん。どうしようか。ああ、これ建築だけど、俺システムって言ったら生体の方に含めた方がいいかもしれないですね。これは example of project including investigation of new type of education, putting creative pattern language workshop to practice. sociological analysis of open collaboration.アナリシスオブクリエイティブプロセス。一応3本足にしたかったんですが、これツールに入れた方がいいのかもしれないですね。どう思いますか？human human interaction。 human computer じゃなく human human interaction。 これ人間よりね、これ人間と自然、これ人間と人間、あで、これは人間自身みたいな。関係性を そうすると3本足にならないですね。人と自然、人自然、人、これヘルスって、待って、人じゃないよね、人だけじゃないよね。ヘルスって健康の、身体的なのも含める、多分ね。コミュニケーションのあり方、仕組み、元気に実践として、そう、コミュニケーションだね。人だからね。
埋めること。同時に学び。これを結びつけたい。すいません、お願いします。あ、良いありがとう見つけた見つめたいと思います。またヘルスは人間が人間を探して必要です。大丈夫ですか？私はセップスがクリスの研究。うん？自分なシステムをシステムは。人との関係を あ、これツールにしようかな。やめとこ、うん、うん、なんて指し示したらいいかわからないですね。ちょっとうまい具合に建築んじゃない気がしますね。言葉を選ぶのは大変ですね。そうね、インタラクティブになろうよっていうことだから、うん、これもツールの方に入れますか。具体例だけ見ると、まあコンピューターを使わないデザイン、選んだ。ああ。
関係性を強めるシステム。環境と結びついてよりよく暮らすために、大切だと思う。自然と人間とですね。ための発見ができそうです。この3つの領域で足場を作りっていうのはね、もともとその三角形にしようと思ってたんですが、中西研究会ですね、インタラクティブデザインを、そのヘルスと生態系の間に入れてしまいましたね。なので、これが使えなくなってしまいました。ということで、どうしますか。どんなイメージがいいのかな。結びついてるのなんか原子核みたいなんでいいかな。まあいいや、それちょっとしっくりこないけれども、そういうことにしようかな。もしかこれ2つにしたから、やっぱり2つにしたらいいのかな。もう一回問いに戻りますか。それがどのように課題も解決し発見につながるのか。ただやり方としては自分が関心がない っていうのが、一つあり得るな、とか思ったんですが、言語学習、どうなんだろう。歴史とかね、どうなんだろう。これも気になるけどね、選び方がどうしようかな。
まあいいや、これで、終わりにさせてください。ちょっと、最後ね、この図式っていうのは、まあ、3本枠の、まあ、なんだ、3本で安定するみたいな。で、高志イバラボをその紐にするっていうのはとてもいい、イメージですよね。それが4番になります。はい。なんですが、ちょっとこれよく見たら、この、インタラクティブなデザインっていうのは、これが、まあ、建築だけじゃないよっていう話なので、コンピューターがそもそもあるので、まあ、コンピューターだけじゃなくてもいいんだけどっていう話。例えば、インタラクティブっていう話なので、その三つ目の領域にすることができなかったですね。ちょっと僕は誤解してましたね。というわけで、この最後、どんな例えがいいかなっていうのはちょっと今思い浮かばないので、これで終わりにしたいんですが、まあ何かしらのイメージが出てくるかなと思います。もしくはね、まあツールが2つで、ツールの中に入れてしまってるので、なので、中西ゼミを紐として、を結びつけ、これで綺麗にまとめました。はい、できたできた。692、いいでしょう。はい、おしまいです。書けましたね、今回は。書けました。はい。いかがでしょうか。皆さんはどういうふうに書けたでしょうか。どんなふうに書けましたか。どの研究会を選びましたか。一人一人違うからね。みんな何を選んだのか気になりますね。なぜそれを選んだのか気になりますね。選ぶっていうのは、まあ、自然にこれがいいかなってやっちゃうことだと思うんですが、それをあえてきちんと説明してみてくださいというのが今回の、問いでした。そういう癖つけてますか。癖というか、ちゃんと理由があって選んでますか。人に流されてとか、友達がいるからっていうような基準で暮らしてきた人、そういう、理由で判断っていうか選択かしてきた人にはかなり辛い問題だったんではないでしょうか。慶応大学来る人はそういう基準ではものは選ばないでねっていう、ガイダンスでもあると思います。はい。では以上でした。お疲れ様でした。ではまたね。